今現在対中国の最前線は尖閣諸島でしょう。尖閣諸島を警備する海上保安庁巡視船尖閣部隊、いつもお疲れ様です。今回は大型巡視船朝月収益で変わる尖閣部隊を詳しく見ていきますね。北京オリンピック後急展開してくるかもしれませんし、何よりも日本政府の覚悟が示されていません。2021年11月19日に、今年累計で31回目となる中国海峡局の所属船舶4隻が尖閣諸島周辺海域の日本の領海へと侵犯を行う事態が発生しており、同海域における中国側からの圧力は増加傾向にある。日本政府では松野官房長官が中国政府に公式な外交ルートで厳重な抗議を行ったと記者会見で語ったが、中国側は一連の行動を革新的に行っている以上、今後の終わりは見えない。また、2020年11月には中国の王敦氏外相が来日していたが、この際にもいかにも尖閣諸島は中国が領有する場所であるという発言を繰り返し、日本側の意見を放置する対応に憤慨した。王敦氏外相は、中国が尖閣諸島を領有している事実を理解していない一部の日本の漁船などが、同海域への侵入を繰り返しており、その対応に、中国海峡局の船舶が追われていると発言を行った。日本側は、この発言に対して、即座に訂正を求めないことをいいことに、中国側は、王敦氏外相の発言が、さも、事実であるかのように、尖閣諸島領有を既成事実化した都合の良い方向に推し進めてきた。2021年2月には、海峡法の中国海峡局の武器使用に関する改正を実施しており、従来以上に、現場の中国海峡局の船舶の乗組員らの恣意的な判断で、携帯及び船舶備え付けの重火器を使用可能にしてしまった。その後4月末には海上交通安全法を制定し、9月から施行させており、同法は中国の領海内を航行する外国籍の船舶を中国海峡局の判断で退去させる権限を与えると尖閣諸島周辺に適用させてくるに違いない。海峡法であろうが、海上交通安全法であろうが、そもそも民主主義の法治国家ではなく、むしろ、人遅刻化の中国が、法に基づいた対処を行うこと自体が憤慨ものであるが、狡猾であることは、認めざるを得ない。いずれ、中国が一方的に制定した、法を、盾に、尖閣諸島周辺海域における、日本の漁船や、海上保安庁の巡視船等に対して、いかがわしい、法にのっとって、適切な対処をしたと主張し、排除を正当化してくるのは安易に予想がつく。まさに尖閣諸島周辺海域が危機的状況下にあると言える中、2021年11月12日、海上保安庁に最大規模の巡視船であるレ・イメイ型3番艦の朝月が就役を迎えており、中国海峡局へ対抗する新戦力が誕生した。朝月は、排水量約7300トン、全長 150.0 メートル、全幅 17.0 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊に、軸出力で3万6000馬力を発生する4機のディーゼルエンジンを搭載している。海上保安庁の巡視船としては、今までで最大規模であり、例えば、海上自衛隊の最新鋭のイージス艦である、マヤ型護衛艦でも、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルとなっており、
朝月の大きさがわかるだろう。朝月は、兵装面でも、海上保安庁の巡視船としては、比較的搭載量が多く、スウェーデンボフォース社製の 40mm 単装機関砲 MK4 を2機、ゼネラルエレクトリック社製の 20mm バルカン砲 M612 機が備え付けられている。付け加えて、艦隊オブに、ヘリコプター用の離発着甲板と格納庫を装備しており、通常時には1機のヘリコプター搭載をしているが、物理的には最大2機までの収納と運用が可能であり、航空運用能力の高さも特徴となっている。この朝月の艦載機は、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマ向きイタスヘリで、2021年3月時点で、海上保安庁は10機保有しており、さらに追加で5機の調達を行う予定である。今回、秋月が配属される海上保安庁の第11管区海所保安本部で最も注目していて、これまではサイズが小さいシコルスキー社製の S76D ヘリコプターを1機搭載できる巡視船しか存在していなかったからである。今まで、うるま、沖縄、琉球の3隻の津軽型巡視船を運用しており、排水量約3200トン、全長 105.4 メートル、全幅 14.6 メートル、深さ 8.0 メートルの小型艦からだであったため、運用するヘリも、それに準じていた。艦内のシコルスキー社製の S76D ヘリは、搭乗員2名以外に、最大で、12名ほどの収容力を持つ機体だが、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマ向きイタスヘリは、3名の搭乗員以外に、24名の収容と1機で、倍に相当する収容力を持っている。朝月が、仮に、1機の EC-225 シュペルピューマ向きイタスヘリを艦載した場合には、津軽型巡視船の4倍の輸送能力を持つ計算となり、特別警備隊の戦闘力や救難活動能力が飛躍的に高まると示唆する。こういった大型巡視船、朝月の配備など、尖閣諸島周辺海域に向けた海上保安庁の警備力の増強は随時進化していくが、同海域への中国海峡局の進出の影響は大きく、すでにそこは日本の領海とは言えないのではないかと指摘を受けている。主に指摘している人々は、漁船等に乗り込んで、尖閣諸島に接近を試みた場合、中国海峡局の船舶から妨害を危惧するため、海上保安庁の巡視船によって、そもそも接近することでさえ禁じられてしまうと、憤慨している。中国海峡局の船舶群が尖閣諸島周辺海域を闊歩するようになったのは、2012年に魚釣島などの3島を日本政府が国有化した以降から特に顕著となったものと見さされており、この動きへの中国側の反発が大きいとみられる。そこから日本政府が尖閣諸島の領有化を強化しようと政治的に動いたことに対して、妨害しようとする中国側の強硬路線を招いたともいえ、日本の漁師たちが通常の漁場とできる状態ではなくなったのは事実である。それでも、海上保安庁が中国海峡局の船舶に対して弱腰な対応をしているのには疑問であり、日本政府が政治的に確固たる方針を支持しない限り、海上保安庁の船舶個々の判断では困難である。現段階で海上保安庁が取り得る現場での対策は、日本の漁船が中国海峡局の船舶から危害を加えられないように防護することであり、中国海峡局の船舶に好戦的な態度を見せるわけにもいかないという受動的な立場しか取り得ない。
これを能動的にさせるのは、現場の海上保安庁の船舶に言うことではなく、中国に対する日本政府の対応を問うべきであり、現場判断で勝手な対処ができない海上保安庁の職員たちに、これ以上の負担を強いるのは酷であると示唆する。